今日はミスターオリンピア2023年のオープンボディービルの順位についてと、いくつかの事件があったんですよ。事件があったので、それについての動画です。まだ結果を知らないって人は、昨日の動画を貼っておくので、順位結果を見に行ってみてくださいね。あの選手同士の写真を比較するんだけど、その前にネックの思いと今回の全体像をベラベラ喋ります、ね。まあ、最終的には去年のチャンピオンのハディと 去年2位のデレックの戦いになってデレックが優勝で。なんて表彰式の時に1枚だけ写真を撮った後にハディがちょっと退場しちゃったの。 そうそふ、まあ、普段のハディを見ててもそんなことするようには見えないしこれはかなり予想外の行動でもちろんバッシングもねかなり受けてる、まあ、スポーツマンシップが欠けてるのもそうだし、まあ、何より優勝したデレックが気の毒、まあ、動画を見てても一番左の2019年のチャンピオン今回4位だったブランドン・カリー4人の父親がすげえ気遣いをしてくれてて、まあ、ブランドは優しいなと思ったんだけどデレックの表情はねかなりええええどうしようどうしよう戸惑ってるし少しかわいそうに見える優勝を逃したっていう なショックだだし感情がかなり高ぶってたんだと思う、まあ、イランの、ね、英雄であるハディが、ね、背負ってるプレッシャーとか期待はもう想像もできないもん。まあ、去年の表彰式ちなみに去年の表彰式でも結果発表の前にハディはもう手がね、ふふふって震えてたんですよで。そのぐらいのプレッシャー。だから今回の行いは決して肯定できるものではないけど、ハディの気持ちは理解はできる。理解できる。で、その動画ばっかりがちょっと一人歩きしちゃってるんだけど、優勝が決まる時はね、その瞬間は頭が真っ白だったはずなのに、 まあ、ハリーはねちゃんとデレックを祝ってたので、まあ、こういう行動もちゃんとしてたよってことで、まあ、あの行動はねその後ともこら、まあ、え続けたけど耐えられなかったっていうことで退場したんかなっていうことです、うん、でまあ見た目が全てのこの競技なので順位に対してのバッシングは頻繁に起こってますで、まあ、特に海外のボディビルファンはとびっきりハードコアなのでね強い言葉でいろんな場所にコメントしに行くような人が多いのでデレックのインスタグラムも,も一時的にシャットダウンしちゃったんだけどまあそれをねデレックは説明してたんだけど自分で一時的にやったわけじゃなくてアカウ 本当ね停止させられちゃったっぽい。まあ、これは多分ね、そんなハードコアファンたちの仕業だと思う。これはもう、これこれも大変なことよ。で、そんなまあ嵐がなっあの巻き起こってる中で、ネックの順位についての考察をしてみたいと思います、まあ。優勝を逃したハディのインスタグラムの投稿を見てても、まあ、何割かのボディビルファンの意見を見てても、まあ、彼は優勝するにはふさわしかったで。彼自身もそう思ってるはずで、ネックも彼の体が優勝にはふさわしい体だったと思いますよ。十分。うん。 予選でもデレカがダントツって思ってたんだけどそれまではねまあフリーポーズでハーディがね出てきた瞬間にそのフロントのインパクトで完全に持ってかれちゃったネックあのこのハードなハーディチューパンを見てよまあ去年のチャンピオンというねネック にかかってるフィルターもあるかもしれないけど仮に今年ハディが勝ってもまあうなずく人は多かったんです今回のねデレックの優勝と同じぐらいねで前年のチャンピオンがもっといいパッケージを持ってきたのでまあそうだったかなでもただデレックが勝ったことで納得してる人も多くいる、うん、これだけの議論が巻き起こったってことは、まあ、それだけ僅差だったってことだと思いますまあこういうのはね過去に何回も何回もあったんですよ例えばまあ97年のドリアン・イエイツ バーサス、ね、ナッサイルさんバティもそうだし、マ、まあ、ナーサーがここ勝ったんじゃねってね。ドリアンね。で、で、2007年もありましたね。ジェイとビクター・マーティネス。ね、ビクターが勝ったんじゃないか。2014年とか2 0 1まあ2014年がメインかな。まあフィルヒース、カイグリーン、まあ。このバトルでも、まあ、カイグリーンの方が分厚く見えたっていうのもあって、まあどうだったんだって。大抵の場合はね、勝った人にヘイトが行くんですよ。ヘイトを受けるのが勝った人が。まあ今回もデレックにヘイトが向いてるのもそんな感じで、まあ、デレックは1、一、ね、選手で、必死に頑張ってチャンピオンにふさわしいから 体を持っってきただけなのにちょっとこれかわいそうで同じ骨格なんてないじゃないですかないからまあ違うタイプの体同士の戦いになるだからもっと難しいし今回は審査員がねまあ一番難しかったんじゃないかなただねただ はっきり言えることは、まあ、スコアボードを見ても予選と決勝とともにデレックが勝ってた勝ってたんですよでよくよく考えてみるんだけどボディビルの歴史を見ても背中で飛び抜けた差をつけるってそれはね特別なこと、まあ、これは遡ること1983年ぐらいまでいっちゃう、まあ、左のモハメド・マッカウェイ と真ん中のフランク全員この2人はもうプロポーション的にも絞り的にもこの年は優れて見えたんだけど彼らを抑えて一番ねなったのは一番右にいるサミア・バヌートです彼が勝ってますなぜならこの背中を持ってたからそれだけ昔から背中は大事背中はねまあ一見質感とかシェイプで劣ってる選手であっても背中のクオリティクオリティティ分厚みが異次元だったら話は別です、うん、完全に別になっちゃうで皆さんはご存知の通り美しい胸を を持つ以上に巨大な上腕を持つこと以上に、ね、カチカチな絞りを本番に持ってくる以上に何だろう瞳孔が開いちゃうようなすんごい背中を持って,て持つ方が難しい圧倒的に難しいこの世界では背中がダイヤモンドなんですよだからキャリア後半のドリアン・イエイツが勝てたのも間違いなく背中が強かったから。 ドリアンはサイドトライセプスとかふくらはぎとか良かったものの、フロント単体では勝つ人じゃなかったんですよ。でただ今回のデレックにも同じことが言えて、バックポーズが勝ちのね、キーになった、鍵になったのは間違いないし、これは誇らしいこと、うんで。体の評価以外にも言える要素があるんだけど、それを考えてみたんですが、まあ、この結果にね、政治的要素が あるんじゃないいいかっていう人が多くいます、まあ、ハディ自身も考えはこっち側っぽいよね。まあ、ハディの方が良かったって言ってる目の肥えたボディビルファンも多いこともあって。てか、デキスター・ジャクソンもハディのコメントにね、ハディのインスタグラムに、デキスターもハディをお前が優勝すると思ったよって言ってましたね。うん でまあ何,何かの力がね彼を勝たせたんじゃないかデレックを勝たせたんじゃないかっていう説、まあ、確かにそれもあると思うゼロではないと思う決してねまあプロスポーツっていうのはそもそもお金を中心に動くビジネスだし IFBB プロとしてはこのボディービル業界にね参入する人を増やしたいどんどん増やしていきたいで現在はいろんなエンタメがあったりゲームもすごい活発とかねいろいろあるでしょその中で、まあ、一つのスポーツを成長するさ支えるっていうのはねめちゃくちゃ難しいのでオリンピアのチャンピオンである人間は業界の顔になってるわけです だからプロモーターとして一番ふさわしい人に。 勝って欲しいはずね業界としてはで業界を盛り上げるのは、まあ、常に選手たちだからね、ピフィル・ヒースとかその立場は本当に上手だった、ね、スピーチも上手だったしね、フィル・ヒース、ジェイ・ J. カトラもそうだけど、でもこの大インターネット時代でね、<laughs> また話はちょっと別なんですよ。で、何が業界を盛り上げるかっていうと、まあ、チャンピオンの言葉だったり、チャンピオンが講演会に行ったり、ゲストポーズをしたり、他のスター選手とね、トレーニングをすることだったりするの。で、一番大事なのはやっぱりソーシャルメディアの運用。まあ、IFBB がターゲットにしてるのは、まあ、西洋の人たちなんですよ。 まあ、アメリカ大大陸陸ヨーロッパ大陸、うん、そこら辺で、まあ、ここ1年のハディを見てるとそういった活動を力を入れては特に何もしてない、まあ、彼はボディビル業界のためというよりはイランのために戦ってる人間でインスタグラムとか YouTube の運用とかそこまで活発じゃないしゲストポーズだったりねそういうアクティブなこともほとんどしてない特に彼は英語が喋れないので少し耳が悪いっていうのもあってね、まあ、それもあるんかもしれないけどオリンピアの優勝のインタビューとかも翻訳者を 通してしてかできないまあ記者会見とかでのね選手同士の会話のバトルとかねバチバチな言い合いとか、まあ、西洋社会の人たちは大好きで英語が喋れないとそういうことができないんですよねでこれは一生懸命ボディビルをしてるハディが悪いわけじゃないけどこの大インターネット時代でボディビルの顔としてねボディビル界の顔として積極的に英語で発信してくれるチャンピオンが欲しいわけ、うん、でオリンピアではねアメリカ人が勝ちやすいってよく言われるけど、まあ、そういったことがねあるんですようん で今中東の、ね、情勢もかなり不安定だからねイラン人のハ,ハリーにとってはそういうとこもちょっと、ね、あるのかな、まあ。じゃあそのハリーに戦い合える選手が現れたら、ねまあ、英語が喋れる次のスターになりうる選手。 人物が現れたらどうするか。まあ、ネックはそういった要因もゼロではないと思いますよ。今回の優勝は。ゼロではない。うん。1%パーぐらいはあると思うんすだって、実際にね、ビッグラミーもゲストポーズとかに出なかったり、チャンピオンとしての活動がおろそかになったことで、アーノルドクラシックでね、順位を落とされたりとか、まあ、いろんな噂がある業界だからね、しね、信じるか信じないかは、バババ,バババですね。まあ、デレックを見てる限りはね、すっごい すげえまっすぐな人間でしょ、インスタグラムとか見てる限り。まあ熱心なキリスト教信者で、まあインタビューでもね、ストーリーとかでも常に神様が最優先。もう神様のために努力してると言っても過言ではないぐらいの、もうそれほどのパッション。で、ね、同じくハディもおそらくイスラム教シーア派かな、彼はね。まあ別の神を信じてるわけだけど、まあ、エネルギーの源に神がいるっていうのは日本人からしたらね、れ私からしたらつかみにくい感覚なんだけど、実際に彼らのね、彼の活動を見てると、デレックはインス インス,タストーリーとかも常にミシンみたいに細かい発信をしてるし奥さんとふざけた動画とか YouTube の使い方とかも本当に上手ですごい活発、まあ、すごい数字を伸ばしてる伸ばしてる動画も YouTube とかにもあって、まあ、ロニー・コールマンとトレーニングしたりとかねこういう面白い一面も見せてくれる準備期間とかプライベートな面も発信してる積極的にこういったことを踏まえてそんなデレックが針と互角に戦えるパッケージを持ってきたらどっちを勝たせるかというのが現在の議論に対しての1個の 見解ですではではでは体はどうだったのかってことですねまあサムソンもねこの写真に写ってますね一番背が高いね方まあ相当戦いあっ,ったけど今回はトップ2で話すまあ、ミロシコーチが写ってるサムソンが投稿したこの写真まあ、本場の何日前どんぐらい前に撮ったかわかんないんだけどなかなかよく見えるでこの状態でステージに立ててたのかは多分ちょっとはね この状態だったらもう少しよく見えたんじゃないかなって思うぐらいちょっとよくわかんないんですが少なくともサムソンはアーノルドクラシックと同等かそれ以上のコンディションは持ってくる必要があるオリンピアにはねまずはフロントダブルバイセプス 下からいきましょう下半身土台の足は大事まあ下半身のボリュームは例年ね右側のハディチュー中ンの強み、まあ、45年前に比べてカットの入り方は弱くなってるし、まあ、サイズも若干ね2 1十人の時の方が大きかった気がするんだけどいまだにその外側、ね、の膨らみも内側も素晴らしい隙間の埋め方をしてる、まあ、左のデレックもかなりサイズアップしてるまあそな外側の丸み足のねそれもあるしカットの見え方から今年は去年以上に下半身単体でも戦えてた これも良かったで背中の出方を見るとデレックの背中がフロントポーズですよフロントポーズなに立体的に見えるほど分厚いっていうのが分かるこのフロントダブルバイはちょっと前人未到の領域に達してるデレックが勝ってるとは思うで去年弱く見えたこの上腕二頭筋の独立具合もしっかりと改善してるからねこれもよく見えますよ、うん、腕に腕にサイズがついてきたというか、まあ、ただこのポーズでデレックにはちょっと問題点があって背中に2つのねしこりが見える うん、でこれはちょっと今ね話題になってるんだけどこれは新ソウルじゃないかとかいろいろな意見があるんだけど多分新ソウルではこうはならないといかそこに入れるかっていう感じなので、まあ、同じ意見も参見されるけどネック的にはデレクはこの場所から打ち込んでるんじゃないかなって思ってますでこれはなかなか不自然に見えるので少しもったいないなーって思いましたといてかかなりねで次にフロント ラットスプレッドです。これはハだと思う、うん。で、去年もそうだけど、このポーズでね、デレックの胸、左のデレックの胸は、少しね、潰れて見えることと、出し方の角度にもあるにしろ、まあ、スマートな見せ方はできてない。胸から上の部位に余裕がないというか、ちょっと苦しそうな印象だよね。それにしても、 デレックの腕のサイズ。これ腕を下ろした時もすごいことになってるね。うん。ハディよりでっかく見えるよね、明らかに。うん。でここも素晴らしい。で、まあ、ハディはもっと XJ シェイプをね、このポーズが強調できてるし、ここではかなりいい見た目。で、状態の反り具合もなかなか自然だし、まあ、ハディもね、肩のね、あ、ごめんね、マイクに当たった。肩の出っ張り方が、 針はね不自然に見えることから何人か入れてるんじゃないかっていう意見はちょこちょこあるんだよねこれは他のポーズでもわかると思いますそしてサイドチェストネック的に2つのサイドポーズねほぼほぼほぼ,ほぼ互角だと思うで胸とか肩周りの質感では針が 立ってるもののデレックのシェイプがとにかく素晴らしいこれは上腕が強くなったことがかなり助けてるでプラスでこの下半身ねちょっとデレックが前にこう出ちゃってるんだけどそれで大きく見えるんだけど、まあ、足に入るラインの入り方あと横から見た時のね足の分厚み輪郭これめっちゃ強くないデレック、まあ、ハディの厚みもとんでもないことなんだけどやっぱりね左肩がちょっと角張ってる専門家ではないけどこれはあんまり見ない肩の形でこれがハディの評価を落とした可能性もある でしょこれはここれれででしょう,でしょうでサイイドトライセプスこれは腹直筋単体でハディに、まあ、もうこのポーズ上げたいぐらいなんだけどデレックも美しいよねあ上腕さんときもめちゃくちゃ元気だしシェイプがいい足の外側の立体感はハディの方がですよねこっち側に出てるように見えるんだけど幅ではデレクが勝ってるように見える不思議な勝負どのポーズも、まあ、ふくらはぎはほぼ互角で前腕はデレックの方が少し勝ってます 次はババックダブルバイセプス、まあ、すでに彼の背中を見ると歴代最高峰であるデレック左側、まあ、驚くほどドライに見える上にお尻 こグルーツね、この質感。これ指で撫でたらどんな感触なんだろうこれ大根はおろせるんでしょうかあので、デレックね、背中の強さは、まあ、ただ分厚みがあるとか表情が強いってだけじゃ説明ができないほど強い。まあコメントで書いてくれた方が言ってた、ぎゅうぎゅうに詰まってる感じ。そんなクオリティティまさにその通り。あの、30歳の若さでこの領域に 足してハディの背中はねちょっとねどうなってるか悪くなってるのかっていうのが気になって、まあ、比較してみたんだけどハディのベストな年あの2019年オリンピアだったらねまあ彼と比較してみたんだけど若干総合筋の下部、うん、背中の真ん中あたりに見えるエリアの立体感が落ちてることとハムストリングスあたりの出方も若干控えめなこともあってちょびっとソフトに見える一方でそれ以外の形も大きさ自体も落ちたわけじゃないむしろ上腕に入るラインはね濃くなってすら見える ただ、それよりも、デレックの輝きすぎてる背中がいたっていうことが、その原因ですね。バック、ラッツプレイ、バーバーこれは、例年、ハリチューパンの強いポーズだよ。あの、二人ともね、第二のお尻をドガンと飛び立たせてる。うん、まあ、デレックの僧帽筋は超広い。また、あと肩の下に見えるね、まあ、曲下筋ってところが、デレックはね、ポコンと出てる、二つね。まあ、あの、で、未だにね、広さでは、ハリチューパンが勝ってるものの、これはデレック、フィルヒースと同じで、硬い質感とディテールが強い。うん、 下半身含めてねそして残り2つですアブドミナルサイこれはハディ、うん、2000年に突入した、ね、以降のチャンピオンで間違いなくトップクラスの全拠金副社金 うん、胸に入るストレーションもそうなんだけど、素晴らしいこれね。で、サムソンの足、ちょっと触れてなかったんだけど、デカすぎないこれ。サムソンの足は本当に素晴らしい。うん、で、デレックのいいバキュームと、まあ、左右が対称すぎる腹筋も素晴らしい。で、バキュームをしてない時も、今年のデレックは腹筋をかなり強調できてて、あ、絞りも良かったのかなって、ここで見るとね、思いました。で、モーストマスキュラーですね。最後は。まあ、今回、ハディが一番輝いたポーズ。うん、これは360度。筋繊維が、ね、 筋が筋筋、筋筋してるっていうか <laughs>、筋が筋筋してるんだよ。あの、膝の上のね、2つの雫、内側貢献も、ここもね、筋筋。あの、今回のハディのモーストマスキュラーは、ネックのお気に入りに、もう追加されました、アド。まあ、一つ、ハディというね、巨大なボディビルダーが、まあ、心配されてたチャンピオンが、ここまでのね、シャープさを出せるのは、かっこいいよね。うん、ヒゲもめっちゃ似合ってるし、ちなみに、ヒゲ、ヒゲね、ヒゲがないハディはね、めっちゃ可愛いい顔してます、イケメン。 うん。2008年ぐらいの写真持ってます <laughs>。で、一方で、このポーズでは、まあ、一番ね、デレックが弱点になるポーズで、背面と比べて明らかにね、絞りがよ悪く見えちゃうタイプ。まあ、それでもコンディションはかなりいいはずで、まあ、張りほどではないにしろ、肩にも胸にもバスキュラリティね、血管も浮き出てるし、吹き回りの張り付き具合もさっき言った通り良かった。ただ、やっぱりね、腕を下ろした時に、胸と肩、上腕の質感だよね。まあ、急に成長しすぎて、見え方が悪くなってるっていう意見もあるんだけど、これは2019年とかね、 その前でもデレクが。 212人で優勝した時のこの写真でも胸の内側にね若干ストリエーションが入ってるのは今年も同じでデレクはアマチュア時代からこんな感じの質感をしてました下半身が絞れて見えてもね一つ挙げるなら足の凹凸こっちはねあの2019年の方がよく見えるサイズ時代は現在の方が格段に増してるんだけどで劇的な上半身のね改善は無理にしてもフロントボーズのねやっぱね下半身はもっと輝くことができるはずですでこんな感じで比較してたんですがやっぱりデレクのね勝因っていうのもはっきりちょっとね考えてみたら 分かったし、まあ、これはね考えれば考えるほど OK だと思う。 ただ、このハディが負けたのが信じられないってだけ。デレカが勝ったのには納得。ただ、ハディが負けたのには信じられないって。<laughs> なかなか不思議な感じ。うん。だからまあ、今回近かったと思うんでね。これはね、こんだけ議論が負けようとってるの、ほんと珍しいよ。ほんと珍しいのでね。うん。これはなかなかまあ、長引かせてね、ネックも引きずってゴマをすりながら、うん、なかなかチュー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 ミスターオリンピア2023年をね、またねこれからも出していきたいと思います。まあ、今週いっぱいは多分オリンピアかなとは思いますね。ありがとうございました。 皆さんの意見も待ってます。ではまた。